リア高崎店では生鮮全品売り尽くしセールを開催中です。ブランドバッグ、時計、ジュエリーが通常価格から最大 80% オフ。この機会にぜひ高崎環状線沿いのリア高崎店へお越しください。 TBS ラジオ954玉結び。赤江様お玉結び、木曜パートナーピエール滝さんです。はい、今日のメッセージテーマはハロウィン勉強会ということで、いろいろまつわることについていただいております。ラジオネームエミエルさん、女性の方からいただきました。私はアメリカ転勤をしておりまして、8月に帰国しました。あ、なるほど。じゃあ本場のやつはじゃん。ねえ、タマちゃんのラジオとても楽しくて、これからずっと聞けるようになって嬉しいです。ありがとうございます。私がいたのはコロラド州ののどかな地域でした。ハロウィンシーズンはやはり家の前を張り切って飾り付けるお宅が多かったです。スーパーにはジャックオランタンを作るための巨大なカボチャがたくさん売っているのですが、やっぱり器用な人ばかりじゃないので、家の前のカボチャが異常に不細工なのや、失敗したやつが不気味に家の脇に転がっていたりするのが私的にツボで、散歩しながらいろいろ見歩きました。あ、そうだね。本番の31日の夜は町自体を歩行者天国にして、警察や消防も完全協力体制で本物の救急車の中に死体をディスプレイしたり、検問刑事掲示板がゾンビ出現中などになっていたり、これは日本では真似できないだろうなと楽しかったです。基本的にノーコスチューム、ノートリートというので、子どもたちも仮装を頑張っていました。やはり魔物系に仮装が主流です。アメリカは特にゾンビ大好きなので、ゾンビウォーキングも完璧な人は大人気でした。日本みたいに成人女性がただお姫様や女子高生の格好をしているだけのとは何か違いますよ。先週ハロウィンイベントで見ましたが、イメクラかと思った。イメクラかと思った。確かに。日本の場合ね、もう自分のなりたい格好になっていってますからね。はいはいはい、そっかそっか。下手くそのやつ面白そうだね。ねえ、で落とすからこっちで、もうダメだ、これは次だ。もう投げてっていう。ねえ、それをもう捨てるでもなく家の横にコロンと転がってる。ねえ。いやでもそのカボチャもさ、腐るっちゃ腐るじゃん、きっと。いや、そうでしょ。で、スーパーで売ってるわけだからさ、大量にカボチャが腐る1週間後の11月1週目あたりとかは、その感じになるだろうね。そうでしょうね。で、ハエブーみたいな感じの。不思議ですね。こちらはですね、千葉県はラジオネーム四股踏んで四股亭さん、四股踏んで四股亭の男性の方でございます。ハロウィンについてですが、はい、藤波辰巳さんはカボチャの煮物が大好物だそうです。来た、藤波辰巳さん。ついてきました。ねえ、ねこれ送ってくれるの僕待っていたんですけど、カボチャの煮物がね大好きと、白だけじゃないと、白も好きだし、カボチャの煮物も好きだ。いいですね。味覚がほぼ無償ですよ。ほっこりしますね。いいですね。いやー、なんかこうやってかぼちゃを改めてね、見直したくなりますね。掘るっていうのもなんかちょっとやってみたい気もしますよ。結構私掘るの好きだしね、彫刻刀とか使うの好きだったからね。私掘るの好きだしね。普段どんなもの掘ってるの？ちょっと見逃してみよう。どんなもの掘ってるの？もう時間がないんでね。どんなもの掘ってるのかな、ね、好きだっていうのより安全に、より快適に、日々進化する自動車、日立金属の高機能材料は車の進歩を支えます。マテリアルマジックの日立金属、サンジです。TBS ラジオ954玉結び。玉結び。玉結び。時刻は午後3時になりました。 TBS ラジオ赤江玉を玉結び、改めましてこんにちは、赤江玉です。こんにちは、ピエール滝です。玉結び木曜日の3時台は面白い大人、毎週いろんなゲストをお招きして面白い話をしていただくコーナーとなっておりますが、本日のゲストはゴスペラーズの黒沢かおるさんです、ゴスペラーズといえば男性ボーカルユニットも美しい歌声で、ということですが、今日はですね、どちらかというと歌声というよりも黒沢さんが大好きなカレーについてお話があるということだそうです。はい、プロモーションがなかったら超面白いね。それではコマーシャルの後、ゴスペラーズの黒沢カールさんの登場です。肩、腰、膝、
膝などの関節痛や筋肉痛にはバンテリンのインドメタシンが効く。ズバッと浸透、痛みを直にとって楽にしてくれます。バンテリンコア第2類医薬品です。本日の面白い大人はゴスペラーズの黒沢かおるさんです。はじめまして、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ようこそようこそ。面白い大人って言えば、タキさんが僕らって面白すぎて震えてたんですね、毎回Q の中でまたなんかデンクルがすごいことをやっているって言ってその当時から震えてた。ペーペルメイトなんです。あ、そうなんですか。そうなんだ。僕らがペーペーの頃に、とあるテレビ番組のやっぱライブゲストで出て、僕ら見てたら、ちっちゃい男の子をですね、滝さんが連れてきて、この子は何ですかって言ったら、滝さんが機材ですって言ったんですよ。それが忘れられなくて、僕本当ね、さんからね。いやでも、ゴスペラーズの中でも黒沢さんはとてもユニークな方だと伺っておりますが、はい、今日ね、メッセージテーマがハロウィン勉強会なんてことになってるんですが、はい、どうですか、昨今ハロウィンが大人気ですけれども。ここ2、3年はちょうどそのハロウィンのパーティー時期に仕事をして地方から帰ってくるとかなんか多くて、はい、で最終近い新幹線が降りてくるとですね、タクシーにですね、仮装した楽しそうなやつらいっぱい並んでるんですよ。あ、タクシー待ちをしてる。ああ、なるほど。でなかなか乗れないんですよ。ああ、はあ、はあ、だからちょっとだけカチンと。なるほど。ゾンビたちとタクシーを取り合う。そうなんですよね。ピッチピチの太ったスパイダーマンとかの後ろに並んで待たなきゃいけない。これ辛いです。そうね。スパイダーマンって週末やってピョンピョンっていけばいいんだもんじゃん。行けよこの野郎っていうね。さあ、改めて黒沢カールさんのプロフィール、ゴスペラーズのミモザに乗せてご紹介させていただきます。ありがとうございます。黒沢カールさんは1971年東京都八王子市の生まれです。大学時代に参加していたアカペラサークルで結成されたユニットゴスペラーズとして1991年にデビュー。とわに、ひとり、ミモザなど数多くのヒット曲を生み出しました。また2005年10月にリリースされた遠い約束からソロ活動にも力を入れておられて、今年で10周年を迎えています。そんな黒沢かおるさんはかなりのカレー好きとして知られており、同じくカレーが大好きな関根勤さんたちとカレー部なるものを結成。また各地のカレー屋を食べ歩いてカレー本を2冊も出版されているほか、ついにはご自身のツアー会場でオリジナルのレトルトカレー本カレーを販売するなど、カレーへの情熱が止まりません。カレーの本これ3冊ですね。もう更新されていた。なるほど。そうですか、はい、すごいです。本当に大好き。クロポンさんということで本カレー。そうですね、ダジャレですよね。もう大塚食品さんのあのカレーのダジャレ。なるほどなるほど。そんな食ってますか。もう行ってない有名店はないぐらい。いやでもやっぱり最近どんどんまた新しい店が出てきてるんで、まあ、そのほらブロガーの方とかいらっしゃるんですか、その方に比べるとまだ全然行ってないですね。そうですか。ただやっぱり全国ツアーで行ったりするので、その日本全国行ってるって意味ではアドバンテージがあるかもしれない。そうだからね、黒沢さんにおすすめのカレー屋さんってお聞きすると、全国レベルで教えていただけるんですけど、今日はですね、ちょっと東京近郊に絞って、はい、一押しのカレーを実はスタジオにお持ちいただいているんです。非常にゴージャスな、はい、ね、こちらはですね、千駄ヶ谷にありますヘンドリックスカレーバーです。あら、ところのポークカレー、わそう、ね、クッカンそうだもんね。そう、だから真ん中にルーの真ん中にお肉の塊がドーンと入ってますね。このお肉がとっても柔らかい、ほろっと、スプーンでほろっとちぎる、カレーの海の中に島が一つあるけど、本当これがお肉、ね、お肉、そしてライス自体もなんかちょっと黄色い感じで。そうですね、これターメリックライス。ターメリックですね。うわ危ない。この付け合わせもなんかレンコンと